コピー紙を使って雪の結晶を織る方法です。まず半分に折ります。それをさらに半分に折ります。印をつけながら分かりやすく説明します。次に中心の印に合わせて半分に折ります。ここに点線を引いておきます。中心を爪で押さえながら角が点線のところに来るように折ります。そうすると角がちょうど来た部分が正三角形の頂点になります。この長さが先ほど合わせたところの長さです。この角が60度になっています。ですからこのように折ったら裏返してまたこの角をピンと尖らせるようにして折るときれいに重なって六つ折りができます。雪の結晶を作る場合これをさらに半分に折って12折りにします。ここは30度になります。まず周りを適当に好きな形に切って切り落とします。その後細かく切り込みを入れていきますが、この時に下にいらない紙を敷いておくと捨てる時に便利です。これを開いていくと六角形の雪の結晶の形が出来上がります。白い紙でやってみましょう。半分に折ります。また半分に折ります。今右側が輪になっています。さらに半分に折ります。輪になっているところの中心に爪を当てて角を折り目に合わせて折ると60度ができます。裏返してまた角をピンと合わせて折るとこれできれいに重なります。さらに半分に折って12折りにします。外側の部分を適当な形に切って切り込みを入れていくときには下に紙を引いておきます。できるだけ細かく切り込みを入れるとより複雑な雪の結晶ができます。開くときには一回開くごとに折り目をしっかり伸ばしながら開いていきます。こうしないと引っかかって破れてしまうことがあります。これでまた違った雪の結晶ができました。
方形の色紙を使っても同じようにできます。形を描く場合は白い方を表にしてください。青い方を表にしてやってみます。引き手の方に輪が来るようにしております。さらに半分に折ります。真ん中に爪を当てて折り目のところに合わせたら、さらに裏返して折ります。半分に折って12。紙の上で外側の部分を適当に切ったら、細かく切り込みを入れていきます。出来上がったら破らないように気をつけながら、折り目を押さえるようにして広げていきます。大小さまざまな雪の結晶を作って飾ってみてください。